それにお前がそんなことを言ってるのを知ったら事情は分かった。要は一つ頼みがある。ちょっと古いけど畑で野菜も作れるし。だい、ああ、確かにな。え、さっき言っていたよな、この子のし、うん、なら、え、え、わからないか。俺が、え、え、そりゃありがたいけど、いいの？ああ、だ、じゃ、ああ、一つ目の条件だが、え、そうだ、たまにはこうしたい。なるほど、確かに野菜作りや料理も。もう一つの条件だが。え、どういうこと。俺はまだ今日の街でやらなければいけないことがたくさんだから、お前には。そうすればお前もこの家と離れずに済む。な、まあ俺みたいなむさ苦しい男と暮らさなきゃならんと。ただ悪い話では。本当にいいんですか？しゃ、ああ、確かに少し高い。決まりだな。やったそういえば自己紹介。はるかと言います。はるかか。はい。ああ、よし。
斉藤さん、いってらっしゃいませ。ああ、はるか。あ、はい。はるかのお礼の態度だ。あ、はい。どうする。え、あ、そうだな。あだ名で呼ばれるのもいまいちピンとこないしな。と、おじさん、確かに。まあ、もともと老け顔だからな。あ、ごめん。いや、言い出したのは俺だし、構わん。はい。ならそれでいい。あ、はい。はいじゃない、うんで。掃除もしなきゃな。まで遊びに行ったって話や。何や、何や、毎度。あら、お帰りやす。意外とお早いお帰りどすな。ああ、今日は。それにしてもほんまに入隊してしまうな。何言うてんの。給料もらう前にきっちりお代をいただくまで。それは？タイの羽織だ。明日か。ああ、ほんなら丈直しといてあげるさっかい。貸して。
悪いな。気にせんといて。お題は。お涼ちゃん。はーい。何ですか、おかみさん。この羽織、はじめさんが。お涼ちゃん。いやどす。いやって。なんで私が人斬りの袖なんか直さなあかんの。人斬りって。はじめさん、そんなん関係ない。はじめさんも結局お涼、人斬りなんて。ちょっとお涼ちゃん、あかんかった。あいつど、あの子な。そうなのか。親御さん勤皇派の活動、それで人斬りって。まして好きな人が人斬りになるの。好き？いや気づいてへんの。はあ、にっぷい男やね。あの子の様子見たら。いや俺には。こりゃほんま難儀やな。さあお涼ちゃんをさ、泣かせた女を追いかけるんは。そう言っても鴨川とかちゃう？一人になる。鴨川か。
おい。
いや。ええ。ああ。父親のことをお上から聞いた。そう。はじめさんはなんで新選組に入った？お金？偉くなりた？いや。俺が新選組に入ったのは人探し。
それには。はじめさんは人探しなんかのために。確かに一番の目的だが、俺は三番隊の隊長という、それなりにこの立場なら新選組が無用に。新選組が。それでお前のおやっさんが生き返る。でも私みたい。ああ、さあもう店に帰れ。あんた、ふざけんなよ。おい、外のあんた、おかえりやす。お寮はもう戻った。ええ、はじめさん、ちょっと見直しました。さあど、あ、そうや、はじめさんが出かけてる間に。俺にどんなって言われても、ただちょっと土佐の。でな、その人清水寺に。そう、そもそもいつ帰ってくか構わへんから、そう伝えてくれ。それにしてもあんたにお客さんなんて珍。さあな、わかった。ちょっと、
このあんた。どうせ金も。ちょっと待て。竹地半平太を追ってたら意外な大物が釣れた。これも運命ってやつか。おいおい、まさかこんなところで抜きじゃねえだろうな。俺を呼び出したのはお前か。ああ、土佐浪人中岡慎太郎だ。よろしくな、坂本龍馬さんよ。土佐の中岡慎太郎。そう、同郷のお仲間ってわけさ。竹地を追ってるってのはどういうことだ。誰とも知らない奴の呼び出しにのこのこ出てきたんだ。時間はあるんだろ。ちょっと長話に付き合ってもらうぜ。中岡と言ったな。あんた何者だ。吉田東洋様の付き人だ。正しくは元だがな。東洋様には返しきれねえご恩がある。おやっさんの。おやっさんか。あの時東洋様が殺された時だよ。あの時俺もそこにいたんだ。あんた、あの場に物音に気づいて俺たちが駆けつけた時には東洋様はすでに切られていた。そしてあそこにいたのがお前と竹地半平太だ。何？あんたなぜ竹地がいたことまで知ってるんだ。役人が駆けつけ。言っただろう。俺は東洋様の付き人だったからな。あの日お前らが。そうだったのか。あの後俺は東洋様を守れなかった責任で罷免された。お前らのせいで。ま、俺のことはいいんだ。どっちにしろ東洋様がいねえ。だが東洋様を殺したやつだけは許せねえ。で、本人を目の前にして。悪いな、今のは冗談だ。確か。どういうことだ。俺は真の犯人。ん？よく考えてもみろ。もしお前が東洋様を殺した、脱藩浪人として故郷にも帰れず京で名を隠して生きない。そこまでしてなぜ東洋様を殺さなくちゃならない。じゃああんたは。竹地半平太だ。俺はそう見てる。なんだと。竹地半平太、そして土佐勤王党の代役、藩の賛成だった東洋様が生きていれば竹地もここまで。ましてや竹地は上司にまで昇格している。だがまさか。絶対に違うと。それであんたは竹地を。ああ。で、やつ。なるほどな。確かにあんたの。なんだって。あんたらが駆けつける前に
もう一人あそこにいたんだ。覆面の男がな。俺たちは見たんだ。そいつがおやっさんを。実はな。そうだったのか。どうやら今度は俺が話。なるほど。だからあんたはし、ああ、そこまでヤバい橋を渡ってんだ。山並圭介と長倉新八は新選組に入ってつかめ、いや、入隊してまだな。だが隊長なんて目立つ立場じゃこの先動き。だからよ、坂本さん、俺も東洋様を殺した犯人を追って、俺たちは会うべくしてここで会ったんだ。違うか。ああ、よし、なら決まりだ。あいつらはやべえな。土佐勤皇党だ。俺が竹地をかけ、中岡慎太郎やな。連中の目当ては俺だ。この状況で身の、ま、確かに勤皇党の邪魔をする人間には消えてもらう。こっちの連れは関係ねえんだ。返し関係ないもんと。たく気にすんな。おにぎる二人まとめて八の巣にしちゃれ。
大丈夫か。さすがに新選組の隊長になるだけあるな。いや、これから俺も寺田屋に拠点を移す。お互いの情報はそこ。分かった。いや、竹地、それにあいつは土佐に帰っちまったからな。ちょっと待て、知らなかったのか。最近江戸から土佐へ帰ってきた。それはまず大殿の山内陽道公、このお方は先の安政の大国で失脚して以来、幕府の権力争いに負け、だが先の藩主として殿様にしとくにはもったいないほどの気。ああ、その陽道公が江戸にいる間、土佐を任されて、だがその東洋様が暗殺された。で、陽道公はようやく幕府の許し、その大殿が。さあな。だが問題はそこだ。今の竹地半平太は老人だ。陽道公から見て愉快じゃねえのは確かだろう。1年前、陽道公が土佐にいれば金の塔が力を持つことはない。それはつまり竹地や土佐金、そいつは陽道公の出方次第だな。今だが俺たちには目の前の仕事がある。覆面の男を捕まえる。竹地は新選組に潜入してるわけじゃねえんだ。お前さんよりよっぽどは。ああ、幹部たちの思惑が渦巻く中、新選組で龍馬は一人覆面の男の手がかりを探す。そんな中、吉田東洋暗殺事件の真相を追うもう一人の男、中岡慎太郎。